これは断熱セラミック、ガイナーから出ますね。で、宇宙ロケットにの先端部分にですね、宇宙ロケットの先端部分に、使用されている技術を、まあ、民間にですね、これちょっと説明してもらいました。はい、これは普通のフライパンとガイナーを表面に塗ったフライパンで断熱効果を見てもらう実験です。下から電球で熱を加えた時にどれだけその熱が伝わるのかっていうのをですね、上に氷を乗せて氷の溶け方をご覧いただきます。少々お待ちください。ここはもう赤くなってますよ。ちょっと、下から熱がどん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 伝わってしまうので氷が溶けていきます。もう水が出始めてますね。これは何ワットの電気ですか？これがですね、40ワットですね。はい、こちらのは溶け方が触っても大丈夫です。ライナーを塗って断熱性能が上がってます。下から伝わる熱が少なくなっているので氷が溶けにくい。この鍋でですね、はい、ライナーを塗ってるわけですね。こちら、はい、こちらの方は塗ってます。塗料のその断熱の塗料、はい、塗るだけで会社がもうこれ始めたもんですか？はい、セラミック開発、製造と開発が私どもでやらせてもらってます。あ、そうです、はい、これの断熱のですね、はい、効果というのはこの普通の何倍ぐらいあるんですか？通常の断熱材と比べてしまうと、はい、断熱材って厚みがあるので効果があるんです。ダイナの場合薄くても効果があるので、はい、断熱のメカニズムが変わってきます。はい、比べるというとまた違う土台の話になってくるので違いにはお伝えしにくいところがあります。ただ塗るだけで断熱ができてしまう。今までペンキを塗り替えでやってたところをガイナに変えてもらうだけで断熱効果がプラスされるんです。これが製品なんですね。はい、液体ですよ。液体ですか、これ。はい、ちょっとドロッとした液体を、あ、そうです、はい、これをローラーとかハケとかで家の例えば屋根、壁、もしくは中に塗ってもらえれば断熱性能が高くなる。もう見てもらえる、はい、だいぶですね。はい、取れてきましたね。こちらの方はもうほとんど変わりないですね。はい、ちょっと溶けば若干周りの熱もあるので溶けたりしますけれども溶け方が全く、そうですね、はい、それと先ほどおっしゃったもう海外ではですねこういう宇宙ロケットの先端部分に使用されてるんですか？はい、これはどういう内容なんですか？はい、これはですねロケットの先端部分に使われているJAXA の断熱技術、これを民間用に開業させていただいて皆様が使ってもらいやすいようにしたのがこのガイナになります。結局このガイナの成分というのはどういうものなんですか？はい、メインはセラミックです。この液体の中に溶石で約 60% セラミックが含有されています。であとは水とアクリルシリコンの樹脂で構成されてます。はい、使い方は普通のペンキなんですけれども非常に簡単ですね。じゃあ、はい、ただセラミックをコーティングするというイメージの材料です。よかったです。はい、で実際にはですねもう多方面に応用されてるわけです。こういう壁材とか、はい、例えば個人住宅の屋根壁中に使っていただいたりとか、あとは商業施設、工場とかスーパーの屋根中、ああいったものに使っていただいてます。これもこれ同じような通透、それからはい、この今こちら、ね、こちら電球切ってますけれども、これはですね下から電球で熱を加えていて裏側にこれガイナを塗ってます。こっちは普通のペンキを塗ってます。下からどれだけ熱が伝わったのかというのを温度計でご覧いただきます。塗ってない方が今 97.6 度、塗ってある方が 75.6 度、
だいぶ違いますね。20度以上違います、ね。外から入ってくるような熱が抑えられますし、中からの熱を抑えて暖房効果も高められる。例えばこういうこともできます。熱源の方が今86度あるんですけれども、86度の鉄板が触っても火傷をしない。熱をため込まないというロケットの技術がここに使われています。通話手の皮なんですよ。そこらもんですね、これ。ありがとうございます。魔法の、魔法のペンキっていうの。魔法のペンキですね。はい。こういう、さらにですね、防臭、はい、遮音の効果なんですか、これはどういうことですか、防臭と遮音の効果なんですか。これが元の実験です。簡単にライナーをですね、塗ったフライパンと普通のフライパンを空中にぶら下げて叩いてみます。塗ってある方は例えば屋根に塗っていただくことで雨音とかこういう雨音がですね、ライナーを塗ってれば抑えられるというおまけの効果ではありますが、熱の対策に合わせておまけで音も軽減できる。はい、これは素晴らしい塗料ですが、お酒がですね、の会社がじゃあもう、はい、特許か何か持ってらっしゃる。あえて特許は取ってません。作り方を公開することもなくて、はい、ブラックボックスで、はい、実際にはやらせてもらってます。あ、そうですか。はい、じゃあもう、いろんな面にですね、例えば自動車でもそれから住宅街でも何でもかんでもね、応用がきますよね。はい、塗れるところはいくらでも、はい、ね、ございます。これがそのダイナーであります。ダイナーという名前はどういうネーミングの曲なんですか。これはですね、もともとひらがなで記載されます。ダイナという言葉で島根県の方言なんです。ダイナというと大きいとかすごいとかそういう方言で使われているものを、うちの代表が島根県出身なので、はい、こういう言葉を名前を付けたと思います。はい、これは本当に素晴らしい魔法の塗料そのものですね。